どうも、ともやテニスチャンネルともやです。今回はガットのレビューをしていきたいと思います。で今回、ちょっといただいたのがテクニファイバーから出ます、アイスコード、125ということで細さが 1.25 で、あります。で、まあ、食いつきと、パワーがかなり、兼ね備わってるらしいので、かなり僕はその感じを聞くとちょっと好きかなと思います。で、なんかツヤ、まあアイスコードということで真っ白です。ガット自体は真っ白、本当に。で、なんかツルツルしてるのかなと思いきや、意外となんか打ったらツルツルしなさそうな感じなんで、なんか食いついてボールがボーンと飛んでくれるんじゃないかなと、スピンもよくかかるんじゃないかなと思っております。今回僕ちょっと固めが好きなんで55、54で張ってますので、打っていきたいと思います。アイスコード、ストローク打ってみました。簡単に言うとむちゃくちゃ飛びますね、ボールが。僕いつも張ってるガットがルキシロンの、ポリエステル張ってることが多くて、アルパワーだったりとか、4G 系 4G ソフトとかラフとかいろいろあるんですけど、ちょっと固めのガット張ってることが多いんで、このガットはかなり柔らかめなガットになりますね。だからボールが僕の場合はいつもの感覚で打っちゃうとちょっとボールがコートの外出てしまうかなという感覚になります。その分、まあ、スピンをかければ、ものすごくいいボールになると思うんですけど、ちょっと打ち方変えていかないと、コートの中には収まらないのかなと思います。ちょっとポリエステル使いたいけど、ボールちょっと飛ばしたいなっていう方は、いいかもしれないです。普段、フラット系の方はちょっと、難しいかなと思います。スピンをめちゃくちゃかけたら、でもいつも使ってるガットの方がスピンはよくかかるなっていう感覚は、あります。だから飛ぶのにちょっと皆さん悩むかなとは思いますね。でも打球間の食いつきだったりとか、僕いつもの動画で上げてる熱いあたりとかには結構向いてます。パーンといいよボールの弾き方してくれるんで、熱いあたりにはいいかなと思いますので、はい、そういう方はね、使ってみてください。ちょっとボレー次やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ボレー打ってきました。感覚としてこう、まあ、ストロークもボレーも一緒なんですけど、本当にこのガット、この当たった部分、まあ、真ん中とか当たれば特に分かりやすいんですけど、その当たった部分だけがへこんで持ってってくれる感覚ですね。だから反発性が高いんじゃないかなと。だからこれがパワーにつながるんじゃないかなと思います。まあ、端っこ当たった場合はちょっと硬いなーっていう感覚。まあまあ、僕硬くガッと張っちゃってるんで、そうかもしれないですけど。でも真ん中に当たった時は気持ちよくボール飛んでくれるんで、ボレーはまだ、ストロークよりは、打ちやすかったかなと思います。ストローク本当にボールが飛んじゃって、アウトばっかりだったんで、ボレーの場合は、なんか力加減で抑えられたんじゃないかなと思います。ですので、力ない方にはいいかもしれないですね。力なくてポリエステル使いたいという方はちょっと、向いてるかもしれないので。はい。こういう感覚です。ピンポイントでへこんで飛んでってくれる。ガット全体がへこんで飛ぶんじゃなくて、ピンポイントで掴んで飛ばしてくれるっていう感覚ですので、はい、皆さんも試してください。サーブからポイントやってみました。こうちょっとポイントなんでしっかり打ってみたんですけど、そうですね、めちゃくちゃ緩いですね。緩い、柔らかいですね。ルキシロン系のガットに比べてかなり、結構打つと食いつきがやばいです。一番何が一番あれですかって言われたら食いつきですね。食いついてしっかりパワーで飛ばしてくれる、ガットの力でボールを飛ばしてくれるので楽にはフェンス決まりますね。ほんでボールバウンドしてからの伸びもやっぱりいいと思います。なんかこう横にナチュラル挟んでるような感覚の、ガットですね。縦ポリで横ナチュラルぐらいの食いつきはあると思います。なんかポリエステルだけではなんか味わえないような打感があるかなと思いますので、一回使ってみるのはいいかもしれませんね。結構長く使えば僕好きかもしれないですね。今ちょっとまだ使い始めなんで慣れてないだけで、これぐらいの食いつきあるんだったら僕ポリエステル、すごくこういうポリエステル大好きなんで、食いつくポリエステル好きなんです僕。だからちょっと慣れて使ってみようかなと思います。はい、パワーがない方もそうですし、バコバコ打つ人でもいいかなと、慣れてもらえればいいかなと思いますので、皆さんもぜひアイスコード125ですけど使ってみてください。6月15日発売らしいので、はい、皆さんも、お楽しみによろしくお願いします。ありがとうございました。